電磁気学は物理学の分野の一つであり、基本相互作用の一つである、電磁相互作用に関する現象を扱う学問である。工学分野では、電気磁気学と呼ばれることもある。電磁気学の基礎は、19世紀に、スコットランドの科学者、ジェームズ・クラーク・マクスウェルが導き出した、マクスウェルの方程式によって定式化された。マクスウェルの方程式は、物理学における2番目の大きな統一と呼ばれる。本項では学問としての電磁気学全般について、述べるにとどめ、より詳細な理論については、古典電磁気学、歴史については、電磁気学の年表に譲る。電磁気学は、電磁的現象を考察の対象とする。電磁的現象としては、などが古来から知られている。現在では、身の回りのほとんどすべての現象が、電磁的現象として理解できることが知られている。電磁気学は、これらの電磁的現象を電荷と電磁上の相互作用として説明する理論体系である。電荷は物質に固有の物理量であり、物質と電磁上との結びつきの強さを表す量である。また、電磁上は時空の各点が持っている物理量であり、物質間の電気的作用と磁気的作用を媒介する。電磁上としては、スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルの組、もしくは電場と磁場の組を考える。特に、これらの組を区別したい場合には前者を電磁ポテンシャル、後者を電磁場と呼ぶことがある。また、電場、磁場は直接的観測が可能であるが電磁ポテンシャルは観測によって一位に定めることができない。しかし、電場、磁場では説明できないが電磁ポテンシャルでは記述できる。現象が存在するので、電磁ポテンシャルの方が本質的な物理量であると考えられている。電磁上は運動する過電粒子に力を与える。この力をローレンツ力という。逆に、運動する過電粒子の存在は、電磁上に影響を与える。電磁上の振る舞い、及び、電荷、電流が電磁上に与える影響は、マクスウェル方程式で記述される。このローレンツ力とマクスウェル方程式は、電磁気学における最も基礎的な法則である。マクスウェル方程式の解の一つとして、電磁上の波である電磁波が得られる。電磁波は、波長や発生機構によって呼び名が変わる。電気通信などに用いられる波長の長い電磁波は、電波、それより波長が短くなると光、さらに波長が短い電磁波は、X線。ガンマ線などと呼ばれる。ローレンツ力が作用する導体中の電子の運動をオームの法則で禁止し、電場の時間変化による磁場の生成を無視すると、準定常電流の理論が得られる。この理論は、電気工学の基礎理論であり、現代のエレクトロニクスの基礎を成している。電場の強さの単位は、ボルトマイメートルなので、アンテナの実行長、M、または、実行項 M をかけると、アンテナの有機電圧 V になる。電磁工学は、光は電磁波であるという立場から、光の性質を論ずる学問である。ここでも、電磁気学におけるマクスウェル方程式が基礎となっている。19世紀末、多くの物理学者は、すべての物理現象は、ニュートン力学、ローレンツ力、マクスウェル方程式で、原理的には説明できると考えていた。しかしその後、ニュートン力学と電磁気学では説明できない現象が次々に発見された。光電効果、黒体放射のエネルギー密度、コンプトン効果は光を粒子であると考えると説明できるが、このことは電磁気学における光は電磁波であるという病像に反する。また、電磁気学によれば、ラザフォードの原子模型は安定に存在し得ないことが結論付けられるが、実際の原子は安定である。ニュートン力学、電磁気学で記述できないようなこれらの現象を記述しようと努力した結果が、量子力学という全く新しい物理学の誕生である。1940年代には、電磁気学の量子論である量子電磁力学が完成した。量子電磁力学では、電磁場と価電粒子の場の両方が量子化され、価電粒子間の相互作用は、電磁場の量子である光子の交換として理解される。マクスウェル方程式によると、真空中の電磁波の速度は、完成形の選び方によらない基本的な物理、定数だけで定まる。実際、真空中の光速は、完成形によらず一定であることは、実験的に立証されている。特殊相対性理論は、この高速度普遍の原理と特殊相対性原理を、指導原理として、アインシュタインが構築した理論である。ありがとうございます。